皆さんこんばんは、マリンです。チャッピーは年齢してます。いつもオープニングは歌踊りから入るんですけどね、そういう気分に最近慣れなくなってきましたね。新型コロナウイルスがね、もう猛威を振るって、私ここ東京から撮影してるんですけどね、東京もね、都知事がね、封鎖もあり得るみたいな話してましたんでね、歌って踊って楽しそうにしてるっていうのは意識ものかな。しばらく違う企画をやってみようかなと思いました。ダイエットをテーマに動画を撮っていきます。っていうのもね、マリリンの日本健康食っていう名前でやっているにもかかわらず、ワンダーウーマンでしょ、アナと雪の女王のエルサね、あとビヨンセ、まあ、そこら辺の動画見てるとね、自分でもね、なんかどんどん体がね大きくなって、洋服がちっちゃくなったっていう感じ。暇になると高血圧だとかね、心筋梗塞とか糖尿病とかいろんなリスクがあるわけです。なので、ちょっと痩せないとまずいの。痩せないとマリリンの日本健康食という看板にね、泥を塗ることになってしまうんですね。太っていくと体重測定をするのがね、ちょっと嫌になっちゃうんですよね。体重計に乗るのが嫌になっちゃうんですよ、私。現実逃避ですよね。でもそれではいけないと思って、3月の23日に体重測定やったんですよ。意を決して体重計に乗ったんですよ。そしたらなんとね、一昨年の年末、そこから比較して6キロ7キロ太ってましたね。身長が158ぐらいなんですけれど、60キロ近く体重があったんですよ。それでさらに体脂肪がね、結構ちょっと これはここでは言えない、体脂肪率出る体重計あれね、なんか壊れてんじゃないかなと思うぐらいに私体脂肪が多かったんですね。なので体重を落とさないといけないんですけれど、体脂肪を落として筋肉は増やしていこうということで、目標として体重にして10キロぐらいは痩せようかなと思っています。でも急激にね、痩せるとね、良くないと思うんですよ。頭働かなくて仕事できなくなっちゃいますからね、長続きもしないと思いますので、ゆっくりね、半年ぐらいかけて10キロを落としていきたいと思うんですね。で、まず1週目、マリリンの減量チャレンジ1週目っていうことですけれど、日曜を初日としてカウントするんだけれど、3月23日に体重測定して、そこから始めましたんで、3月の23日からまずは28日ですね、の土曜日までの食生活ですね、後悔します心がけたのは、野菜の比重を高くするということと、私お酒が大好きなんですけれど、お酒の量を極力減らす。でも急にゼロっていうのはできないから、極力減らす。それで食べたいだけたくさん持ったんですね。夜はこのお盆ねの上に乗せられるだけ、まあお皿を置いていいというふうに自分でルールを決めて、日々の食事を用意しました。もし間食したい時にはナッツか果物、ヨーグルト、その範囲内でとどめるということにしました。それであと外でリッチな食事をする時には減量は考えずに食べました極力外食は控えようというふうに思ってるんだけれど、まあ、一人で飲む機会も1日ぐらいあったかな。あったね。で、まあこれから日々のね食事をざっとご紹介するんですけど、なんでそんなに食べてんのと思われるぐらい食べてます。でもそれでも痩せたんですね。3月24日に始めて、3月28日土曜日ね、土曜日にまでに痩せたのが 1.65 キロ。そこまでの記録をご紹介します。じゃあ早速食べた食事を見ていきましょう。はい、まず23日の月曜日ね、
1.6キロ減って58.15キロになったと。 58.15キロね、これが第1回目の成果です。 58.15キロ、うわお、まあそんなもんですね。あんまりね、ダイエットしてるからってあんまりダイエットに夢中になりたくないですね。お皿の数がある程度あった方が満腹感が私の場合はするので、具材の品数は減らしたくない。なるべく充実させたい。一周やってみた反省点としては、簡単な腹筋とかねやった方がいいかなということですね。ヨガに1回ぐらいは行ったんですけれど、それだけですからね。なので2週目は運動を取り入れて、もう1キロぐらいは痩せたいなということで、皆さんごきげんよう、バイバイ。